はい、4時ですね。4時だよ、4時。さっき昼飯作って食ったばっかりだと思ったらさ、もうこんな時間で作り始めんだからさ、全く何考えてんだかね。バイユー、これイワシ、よし。やっぱさすがにちょっと腹はね、奥さんなかなか食わないですよね。それでこれが、粉子じゃねえや、ワカサギの天ぷらにコロッケ。ね、みんなありますよね。これほぼ、なんかあんまり作らんでもいいかなって感じるんだけど、やっぱなんか作れねえとさ、作らねえとさ、まずこれね、これは明日します、明日。これ、パナメエビ、ね、安売り。どうすっかな。まずレバーがあるんだよね、レバーが。レバー。これ、安売り。ね。安売り。俺、貧乏。面白いね。それで、何すっかな、揚げ物、唐揚げできてるからね。ほぼ何にもいいんだけどね。これ、網焼きしようか、網焼きね。シャモはあるけど、シャモはいらねえな。パナメエビがあるからね。これね、結構美味しいよね。明日にしよう、明日。これ。じゃあ今日はこれやるだけ。あと汁もいるね。汁。なんか、まゆちゃんがあそこで一生懸命舐めてますね。壁舐めしてどうすんねん、お前。はい。遊んでる暇はありません。これ揚げ物したやつの、これね、洗わなきゃいけないんだけど。このレバーね、ちょっとこれから、網焼きしようかな。このまんま乗るのか。このまま乗れば乗ったでね。それでハッピーなんだけどさ。うわ。ちょっと乗らんかね。あ、ダメだ。乗らんね。この人たちは乗るね。おう、乗るじゃん。これが乗らねえんだな、この人かな。悩ましい。まあいいさ。網をもうちょいと、一丁あり。もうちょい細い網にしようかな。これにしようか。これを置けば、大丈夫だね。今こう苦労してんだからさ。でこれはそのまま心臓なんで8。このレバーはこれ別にしないよね。一緒にしちゃうよね。店によっては違うよね。これあのこの心臓だけわっとこう集めてるのもあるしさ、ここ見てめんどくさがってみんな処理してるのもあるし、めんどくさがってってことはねえだろうけどね。ちょっとまあ洗おう、まずは洗おう。これはあのガラガラっと煮立てたお湯でさっと茹でて終わり。こっち側は半分はここで焼きますけど、半分はあれなんだっけ、あれこうグツグツってするやつ、
甘辛く煮るやつね。甘辛くっていうか、ただ煮るだけだよね。うん、そうそう。ね、これね。塩。こんな感じでいいかな。軽く塩でもってやって。軽く塩で揉んでやって、ごま油をかけちゃって、ちょっと水っぽいね。まあどちらもいいんですけどね。った方がいいかな、ちょっと切れ目入った方がいいかな。このまんま行ってくれたらもっといいよね、多分ね。網焼きですからね、網焼き。やっぱ5分したらひっくり返しますから。こっちはしぐれ煮ですから、ちょっと。はい、よいしょ。おお、水が漏れたぞ。うわ、バッチャバチャだ。バッチャバチャだよ、おっかさん。ね、もう水がこぼれないようにできないのかね。こぼさないように持てよ。うん。この間前の瞬間だと思ったの俺かな。そう、俺が悪いな。あらぬ疑いをかけて悪かったの、前かな。これはガラガラと煮立ったところにね、入れてやりましたね。うん。これなんか可愛いよね。心臓なんだよ。かわいいよね。中こうやると血合いが残ってますからね。ちょっとこうやって、これガラガラって煮立てた中入れて、ちょっと茹でてやって、あ、茹だったなーってところで揚げてやったら、あの、なんてだっけ、あの、なんだっけ、ポン酢かなんかで食うとね、うまいよね。汁に入れてもうまいかもね。あ、汁に入れようか。今日は鶏汁だね。そうするとね、鶏汁にしようか。あ、そうすると面白いね。これそのままこうね、動いてくれ、泳いでくれると、ほら、ここちょっと血合いが残ってますね。血合いのある一番偉い人は血合いリーダーつまんなかったよ。つまんなかったよ、マサイさん。これちょっと、こっちはね、しぐれ煮なんで、ちょっとこう、ブツブツって切っといた方がうまいよね。ブツブツ、ブツブツ、俺らの体の中にこういうのがあんだもんな。ブツブツ。ブツブツ、今日は鶏のブツブツ汁にしようかね。これはもう締めるでしょ。小さい雪ひらが一本、これでいいかね。こういうの煮るときは何か底がすごく大きいものになるので、分かってるかね、まさやくん。誰その偉そうなやつ。あー、ビール飲みて、もう飲みて、本当にもう。ここんとこあれだよね、ずっと飲んでるよね。飲んでるよねって、別にその人になんか頼む、聞いてるわけじゃないんで。あ、どこにももう終わっちゃうじゃん。ちょっとカッコンも入れてやれ。カッコン。ね、カッコンです。カッ
はい、違うですね。ガラガラガラ。あ、いけねえ。レバー、焼き出すの忘れてた。水こぼしたから怒って焼き出すの忘れてちゃったね。これガラガラガラでいいですからね。ガラガラガラピーヒャラピーヒャラって。あ、あの人死んじゃったね。ちょっとずいぶん前の話だね。5分ね、網焼きしますからね。こいつは、こっちは霜降りになるぐらいでいいと思うんですけどね。これもうちょっと薄く切った方がいいね。そうしよう、薄く切りましょう。薄く切りましょう。薄く切りましょう。夢で会えた。うん、なかなかこのまま食えないよ、まだね。もうちょっとよく煮ないとダメだと思いますよ。なんでまずは揚げて薄く切って今日の汁に入れちゃいますね。うん、汁に入れるのにちょっと一発湯引きしちゃおうか。こっち側やんなきゃな、こっちはね。生姜にこんにゃく、酒に生姜にこんにゃくの、酒に生姜にこんにゃく、生姜まずきだ。ああ、ひたひたのまいかさん、ひたひたの毎日さん、ダダダダン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 。ちょっと多いぐらいだね。食後はできるだけ薄く細く。はい、生姜は薄く細く、薄く細く。はい。お、レバーが焦げてる香りがするぜ。はい、じゃあみんなね、あ、これこっちは肉でやらなきゃ。はい、肉はこっちね、これをこうやって、これをこうやって、鶏の時はやっぱり醤油よりも塩味が強い方がね、美味しいですからね。やっぱちょっと出汁強めにして、醤油控えめにすると、なんか、あ、ちょっと違う味だねっていう感じになるので これね、これもうちょっと薄く切っちゃいましょう。どう切ればいいんだ、こう切ればいいか。はい、じゃあ詳しくね、いいの方ですね。あ、いけね、砂糖入れるの忘れたよ。まあ、いこう。はい、こんにちは。入りましたね。
見てる見えてる、本当に入りましたね。それで、こっちはもう一回沸騰させなきゃね。これはもう一回水を入れてみて、ね、こんな小さい鍋を蓋で、小さいやつで蓋にしましょう。うん、もう5分経ったってことか。これは美味しいかもね、この人たちね、全員ね。はい、発送。うわ、ほい。ちょっと美味しいかどうかわからんけどね。はい、じゃあもう5分ね、返してやってみましょうか。6分になりましたね。はい、鶏はさっと湯がきましょう。白くないぐらいまでいいですからね。そんなに湯がいちゃうとやっぱあんまり美味しくなくなるからね。よし、アクがね、ちょっと油が多いと美味しくないから。あ、落ちた、逃げたぞ。ね、ここに、はい、これとこれを一緒に入れておきますか。今日の鍋はこれね、鶏汁捕獲しました。あー、すげえ、火がまだついてる。これね、はい、その次はこれ、よし、ね、焼いたんだけど、ちょっとこれ内臓がちょっとね、内臓ぽいぽいだから、これね、テリテリ、これこうやってテリテリにして肉は火に入れてやると内臓もね、食えるようになるから食えない人でも食える可能性が高くなるんですね。で、このテリテリの時はこうやった後でちょっとじょーっと振り込まないとダメだね。まあ焼き浸しっていうわけでもねえか。なんだろうね、こういう料理ね。あんのか、そんな料理。お前勝手に言ってるだけだろ。いや、大体料理ってそうでしょ。ね、みんな勝手にやってるだけだろ。なんかレストランでやってるとかで、昔からのなんだかんだでとか、まあ新しい伝統を私は作るんですよ、マサヤさん誰その偉そうなやつ。あ、なんかいい感じだね、いい感じやね。イワシ丸ごと焼いてテリッとした時っていうか、これ煮込んだ時ってあんまないよね。砂糖とか入れてもいいのかもしれないけどね。
ちょっと魚臭い。生姜に対してもいいんだろうね。あ、入れっか。入れよう。思いついたらいい。あれ、大根おろし器がね、これでなくおろしてるね。これちょっと鬼おろしっぽいからね。おお、すげえ、ボンだ。ボンが出ました。ボンボンバカボンバカボン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 。おまえちゃんはワンワン言っております。ボンボンバカボンバカボンボン。バカボンのパパなのだ。もういいね。はい、OK。はい、OK しました。あれ？これ、あ、弱火すぎるよ。弱火すぎるよ。はい、じゃあこの今から汁を作るために、はい、このね、汁、この汁。はい、これ2つ目の汁ができますね。はい、バッチリですね。これもうちょっと、今日の晩御飯はショーバーターって感じだよね。あ、しまった。大事なもん忘れたよ。ビールすいません、嘘です。これなんかこう、古代の絵文字みたいだね。何それ象形文字。現代の絵文字作者。もうとにかく内臓をみんな食うっていうね、一物全体主義っていうのが一番大事って言われてますね。言われてますね。ってか俺は信じてるよ。みんなも信じろよ。おう。はい、じゃあちょっとこれから汁を作りましょうかね。今日は鳥の心臓汁だね。鳥の心臓汁。お、レバーがピッピッするな。レバーだ。うわ、ちょっとまあそっちだけだな。はい。こうなんていうの、トリアージュっていうかさ、優先順位っていうかさ、料理はそこが難しいよね。あ、中からだんだん、すごい色になってまいりました。これ醤油で照り入れたらうまいかもね。今度やってみようか。じゃああと弱火で5分で、また5分。6分やりましたよね今。6分やったよねお前。6分。俺はいい加減なやつさ。知ってる知ってる。発生も芯だけなんですね。芯だけ発生で、こういう芯だけの時はもう芯だけを、芯だけ。何が言いたいの。うまくごぞっきとなるんで、水を溶かし込んじゃいましょう。ね、もう全部食べちゃうんですね、白菜ね。美味しいね。最後にあのまたあれを入れます。ズバッ。ズバッ。なんだっけ。これそれ。こうなんですか。ちょっと青いのが感じですね。あれどうぞ。あれはこれ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 探してみて。これね。ちょっと洗った方がいいですね。芯の。芯の像。ね、これも。こんにゃくと一緒にしぐれになってます。鍋返すだけなんですよ。はい。あ、しいたけ持ってないんだな。忘れてた。まあいいや、後で。ちょっとこれ大きめに切って、この形残しちゃいますね。普通右にこう切ってるけど、残しちゃいましょう。そうするとなんかね、ちょっと美味しい感じがするよ。
椎茸、椎茸ね、椎茸入れちゃいましょう。何はなくともキノコが一番だけど、キノコの歌かな。キノコの歌は山盛り、違うよ恐ろしいね、人間ってのはね。しょっちゅう聞いてるともうそれは耳に残る。怖かろう。別に怖くないやんな。ハートの中で鳴り響いた時はその音楽に従え。はい、ビール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 それマイクロバイオームに操られてるんだね。はい、マイクロバイオームってなんかあれやね、ビール屋さんかよ時々焼酎も売ってます面白いね。バカバカしい面白いね。はい、みんな入れ、みんな入れ、みんな入れ、たっぷり疲れ、たっぷり疲れ、たっぷり疲れ。もうこれ鍋と一緒ですからね。野菜が野菜が畑から水を持ってきてくれる。はい、だしね、だし多いじゃないですか、甘瀬さん。こんなだし入れなくてもいいっすよバカ野郎、俺に文句つけんじゃねえ。まあいいよ、まあ文句つけて。うんめえぞこれ。壊しやんね、そんなやつに。何そんなこと言ってんの。よいしょ。だし強めにして、醤油少なめにした方が美味しいですよね、鶏肉ってね。どんなだ。おお、こっちすげえぞ。もういいこと捨てるか。これこのまんまあれだよね、こう包丁で割ればいいんだよね。ずいぶん小さくなりましたね。ずいぶん小さくなりました。おね、ここにこう乗せるとちょっといい感じ。今度醤油で照り入れてみようかな。鶏レバの、網焼きですね。鶏レバ網焼き。なんかそういう風にこう、片言風に言うと、なんてかっこいいんだろうね。かっこよくねえよ。鶏レバ。ほら、これ、ゴールデン鶏レバ。いいこと思いついた。今面白かったね。でっかいのいいよね。ミンチュアダックス？どこができるんだよ、ね、あれ？うちのゴールデン取りればいねえな。あれ？眉？あれ？この見なくなってる時はちょっと困るよ。眉？眉？あれ？いないね。ゴールデン豚レバ？はい、いざってきました。2品できましたね。これね、もうここでこれちょっとこう汁入れましょう。これね、今日は鶏の汁になりますね。ちょっと鶏、もうちょっと長く見ればどうかな。こういうの見ればいいね。おお、なかなか出ちゃうね。まあ、前出てきました。なんか身の危険を感じたんかね。小屋に入ってましたね。これでいいと思うんだけどね。もうちょっとしょっぱい方がいいんだろうけど、鶏はやっぱ塩味強い方がいいよね。もうちょい塩入れてみましょうかね。これの塩塩梅っていうのはもう本当に作る人の感じでいいですよね。
こっちはほらもういっぱいって感じだね。もうちょっと前に鍋返してみたんですよね。こっち側は、ごま油をいつも取り出すのに入れます。うん、これ OK。 すげえお上品な味に映ってる。こっちは取りればね、ちょっと切った方がいいんだろうな、これな。食うとき切るかした方がいいかもね。もうちょっと細かく切ればよかったね。ネギ散らしてもよかったけど、まあいいでしょ、こんなでね。こっちは、数日持ちますからね。で、食べちゃいます、ね。はい、じゃあこれでまあ勝負あったということで、35分47で最高7段の負けです。これ7段。あれ、なんで段って高い方がいいの？あれ1段ってダメなの？よくわかんないんだけど、誰決めてんの？階段みたいなもんだろ、あれな。あんまバカな話になんねってさ。早く手違いだよ、階段って。はい、おじいちゃんのご飯、おじいちゃんのご飯をちょっと盛り付けますか。まずね、網焼きしたやつ。おお、うまそうじゃない。これはうまそうだね。ほら、うん、うまい。うん、極まっけ。これはうまい。これ入ってるからね。まあ後でちょっと置く場所が分かんない、ね。よし、よし、よし、よし。まあ昼も食べましたけどね。できるだけ三食の中にもいろんなタンパク源を混ぜてるね、あるからね。よし、これはイカ。言わなくても分かるよ。イカちょっと失敗してない。これ内臓でやっちまったらさ、ちょっと生臭くなっちゃう。うん、内臓あんまうまくないね。このイカの皮、内臓外した方がいいよ。分かった、初めて分かった。新鮮なイカならいいだろうけどね。どんなもんじゃろうな。これが粉々の天ぷらでしょ。切り作ってんだからさ、粉々の天ぷらなんても。うん、まあまあ、これは市販品の柿のフライですね。柿のフライ、柿のフライ。で、野菜炒めはね、青いのがこう入ってるね。青いのに赤いのが入っております。うまそうな野菜炒めでございます。で、ここはあれが入ります。サッシュ、
刺身ね。これね。まあ大丈夫だね。でこれ松前漬けね。まあまあ松前漬けが出てくるともうあれだよね、季節は冬だよね。これね、これトロトロっとしてるから食べるに辛いからね。松前漬けって大抵どっかで、まあ、大量に作られてスープが仕入れるんだろうけど、結構違うよね、お店によってね。こうやっていろんなイカとかいろんなものがね、こう壺に入ってて、うん、うめ、あ、ここの方が美味しいかも。うん、これはちょっと幸せだね。キムチがね、これも今日安売りでした。本当にキムチも仕入れによって違うからね。確かここのやつ美味しかったと思う、昔食って。今年またキムチ作ろうかな。何年か前にさ、4個ぐらい白菜使って作って全部ダメにしたけど、それでなんかどうも気になんでな、どうも気になんでな。はい、汁に来ましたね。うん、上品なお味になったかな。うん、落ち着いた味ですね。これはね、鶏でしょ。カツがどこにあるかな。これカツだね。これ鶏だね。うん、これでいいっしょ。はい、これでおじいちゃんがいつ来ても大丈夫って感じですね。じゃあね、まゆ。これから、ヨーグルトとキャベツがこう乗ってご飯が乗ったら、OK ですね。はい、ということで、みんなも美味しい美味しい晩ご飯食べようね。汁を作るのが一番やで。じゃあね。